空飛ぶダンボは、世界のディズニーパークにあるアトラクション。空飛ぶダンボは、1941年のディズニーアニメ、ダンボを元にした16頭のダンボの形をした、ライドによって構成される旋回型のアトラクションである。ゲストは16台あるダンボ型ライドのいずれかに乗り込む。運行が開始するとライドは、半時計回りで、一定の速度で旋回を続け、 その間ゲストはレバーを操作して自由にライドの高度を上下させることができる。ちなみに当初、空飛ぶダンボはピンク色をした10頭の像型ライドによって構成されるアトラクションとして作られ、名称も10ピンクエレファンツオンパレードの予定であった。しかし、ウォルトディズニーがオープン前にこれに反対し、オープン時にはグレー色に変更された。その後、 ディズニーランドは1994年、マジックキングダムは1993年に、像型ライドの数が10から16に増加され、色やデザインも現在のものに変更された。なお、パリ版と香港版は、最初から16台あり、東京版は、現在に至るまで10台である。6つあるマジックキングダム型パークに、同内容かつ同盟で存在する数少ない。 アトラクションの一つであり、その時代を超えた人気と安定感が伺われる。世界で一番初めに設置されたバージョンである。また、ディズニーランド版の2915年製のオルガンがアトラクションの中央に置かれており、このオルガンは現在も使われている。2012年7月に新ファンタジーランド建設の一環としてリニューアルされ、 これまでの半時計回りの旋回のものに加え、時計回りの旋回のものが新設され、さらに、ファストパス対象アトラクションとなった。キャストからポケベルを渡された後、ポケベルが鳴るまでテントの中で遊べる。同じ旋回型アトラクションである、スタージェットと比較して、最高高度が約4メートルであまり高くない、ことなどにより、燃焼者向けに、 スリル感が少なくなるように設計されている。定員2名のライドが10台設置されている。世界で唯一アトラクションがファンタジーランドではなくガーデン・オブ・イマジネーションに設置されている。ありがとうございます。